皆さんこんにちは。栄養推薦入試専門塾、コッスン教育ラボ副代表のトムこと、内田智之です。で今日はですね、国学院大学、神道学部に栄養入試で合格した、野口さんに来てもらいました。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ご報告おめでとう。はい、ということでですね、今日は栄養入試受かった野口さんに、生の声をですね、栄養入試こんなだったよっていう生の声を聞きたいと思います。いいですか？はい、はい、ご協力よろしくお願いします。でまずは、面接で何を聞かれたのかっていうのを教えてほしいんだけど、覚えてる？少しだけなら少しだけならで、まあさっきちょっと聞いたんですけど、まあ大体6個あったとのことで、はい、1つ目が死亡理由を聞かれました。死亡理由、はい、2つ目、もう1つ目が大学に入ってから頑張りたいことを聞かれました。大学に入って頑張りたいこと、はい、3つ目、その日の筆記の試験はどうだったか、出来栄えを聞かれました。ああ、なるほど、テストの出来栄えあ、じゃあ4つ目、部活動、高校時代にやってきた部活動について聞かれました。オッケー、部活動、はい、5個目、5個目は将来大学を卒業してからの進路、就きたい職業などについて聞かれました。オッケー、じゃあそして最後6個目、はい、6個目は語学関係について聞かれました、うんうん、古文や漢文は得意か、現代文はできるか、うん、そういうことについて聞かれました。まあ、神道学部だからね、やっぱ昔のそういうのを読めないといけんからね、だから古文漢文について得意かどうかっていうのを聞かれたのね。聞かれました。はい、っていう6個でした。